God! Where are they at? Where are they at? Fear! Ça me choque, God! Fear! God! God, je vais vous donner mon gueule à l'idée, God! Fear! God! Allez, mon gars!生徒の原因不明の事故死から学園内の教師ブームのリーチ暴行事件が明るみになり裁判にもなった。その後日生学園は甲子園にも出場、新たな道を歩き始めたという。全寮制の禁欲的な生活に耐えきれず、脱出に成功し
退学した、はい、事実ですか。事実です。脱走しました。すごい厳しい学校で、ね、1回目は脱走して、連れ戻されて、はい、学校を続けますっていうまで、先生今からビンタするわって言われて毎日雑巾がけとか、はい、そうですもんね。そうです、毎日4時半に起きて雑巾、全員がですよ、体育館とかで。これちょっと意味がちょっと分かんないですけど、はい、他にも生活のあらゆる面では厳しく管理されており、はい、角砂糖1個あればクラスを閉めれたと今田が語るように。どういうことですか。これだ、甘いものとかは一切禁止なんですよ、はい、砂糖類とか、はい、だからお母さんとかに手紙で甘いものを、いちごミルクを枕の綿の中とかに入れてもらうんですよ。今は刑務所の話です。そうですよ、高校時代の話、ね、高校時代の話、高校時代の話で、それでまあ枕届いたら、はい、すぐカッターで切って中から飴あったら袋にいっぱい飴入ってて、まず先輩に飴手に入れましたっつったら、おうって言ってまず笑って、プリズンブレイクの話だ。すいません、大学生でもないからあーっていうのは、それはあったような気がするババババって言ってますからね、全部建物がババババババって言ってます。本当に脱走者が出たって言って、で出して脱走兵が帰ってくるまで正座です。だってあの脱走兵じゃないです。見えるよ、でも芸が取れないんですよ、駅とか全部見張られてるから、はい、だから道なき道の山とか川を、はい、いや道はあるんですよ、でも道は学校に続く一本道なんで、はい、下から来る車とか全部学校関係者しかいないんで、ライトをついた車が来たらバーって一回これほんまでしょ。僕ほんまです。僕ら脱走するときに前から車が来たんで、山なんでよくわからないですけど、真っ暗でとりあえず草むらにブワーッと飛び込んで、全員で川やってボチャンってなって、この辺まで川入りながらこうやってそれ見たんランボーができたんですよ。違う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 、スターローンには喋ったことないこの話でも本当にそういう最寄りの駅はすぐ通報されて連れ戻されるから、山一個越えなあかんから、で橋の下でいっぱいしてすごい。でもほんまね、もう今から忘れられませんもん。最後電車に乗れてわーって、津市かな、通貨どっかまで逃げてんけど、もうあの駅がわーって電車が走り出した時に、もうみんなでやったーって、それまでは駅がプルルルってなってなるまでずっとやっぱりこう隠れとか、ホームの椅子とかのベンチに隠れて見えないようにしてるところで、ジャージ着てますもんね、ジャージ着てますから、バレるから、あそこの生徒やってすぐバレますからね。あの声がほとんどもう前先生の声が、何やっとるんだお前は、浜田さんがすごい、そう、同じ学校出身で、はい、そこの副寮長がなんか、僕は脱走しましたけど、浜田さんは3年間生きて、そこでリーダーシップを取って、だからあの人リーダーの資質がある、質があるんですよ。こっちはもうだってダッシュで逃げて川入ってあとこのね、高校時代のことがいろいろ書かれてるんですけども、はい、突然ですね、陰茎のサイズは7センチとか、もう不愉快極まりないですよ。7センチのわけないじゃないですか。ただこれ僕何回見たことあるんですけど、はい、袋は常人じゃ考えられんぐらい収納できる顔のなんかついてたらもう爪でこうやります。それは一枚雑巾を挟んでなく、いや素手ですから。浜田さんはそこを卒業してるっていうのはすごいですよね。あ、一応まあ卒業はして、一回でも浜田も脱走したのよ。あ、そうなんですね。脱走してそれで俺とこ電話してきて、はい、でとりあえずお金持って迎えに来てくれって、なんかどっかの駅まで鶴橋や、鶴橋の駅まで行ったんかな。ほいだらで、もうやっぱもうお腹も減ってて、立ち食いうどん屋に連れてったったら、はいはい、熱々のうどんですよ。僕あんな忘れませんよ。腹減ってたんでしょうね。一すすりで食べましたいや、すごいんやなと思って。いやいや、まあまあ、まあ、学校自体がね。だから、世の中のことを全く知らなかったよ。あ、もう隔離されてますもんね。そうです。夏休みとか帰ってきても、おい、何や、松ツン、マッツン。歯磨き粉が3色になってるぞ。アクアフレッシュや。アクアフレッシュのやつや。歌手で顔を黒く塗ってるやつおるぞ。あ、シャネル、シャネル、はいはい、ナッツ&スター。全然わかんないですもん、情報入ってこないですから。 BA もそうでしょ。そうですね、基本
寮の周りは有刺鉄線が張ってますから。ちょっと学校じゃないですよ、ね、学校ちゃうやんか。我々も情報何もないから、あの月に1回坊主にせなあかんから、新聞だけが来て、はい、それを引いて髪が落ちるから、髪が落ちるから、そのバリカン係がこう順番にやってくれるんですけど、それで初めて、おっ、裕次郎入院してるやん。そこで情報得るんだ。そうそうそう、すごいな。いや、わかんないんですよ。すごい。いやー、すごい。ちょっと質問していいですか、はい、思春期の男子はそういう女の子に対する気持ちとかどこに持ってったんですか、はい、そういう。いや、女子とのだから接触はないでしょ。ないです、うん、だってエロい妄想がするんですか。そうですよ。どう、うん、だからそれはさっき今田が言ったみたいに、帰省って家帰れる時もあるし、戻ってくる時に何とか隠し持って入るわけですよ。俺らあの当時分かるかな、畑中陽子が裸になったんですね、はいはい、もうそれを切り取って、あの洗面所の鏡の裏に全員が隠してて、もう夜中なったら行ってやってましたよね。平和、あの、はい、もうほんまに若いお嬢さんもいらっしゃいますね。いや、平だけは、そうやな、平、はい、だけはすみません。行く瞬間はスーッ言うて。もうそんなことはないんですよね。ピエロ学園も、まあ、あの一般生徒と同じ寮になりました。今はやっぱり時代とともにそれは変わってきますよ、はい、今うちは普通の学校へ行ってましたよ。僕らの時は遠足も修学旅行も何もなかったんで、外部との人間一切こう接触させられへん。接触しちゃいけない、はい、あの足に繋がれてる鉄の玉、あれへん、あれへん。あ、そうなんだ。そんなもん引きすって歩くかいな。よっぽど悪いことしたやつ。俺右足か左足か聞こうかなって。違う違う。